はい、深海魚ハンターの西野山です。本日も相模湾沖合水深610メートル真上に浮いております。そして本日一緒に深海調査をしてくれるのは、おはようございます。おはようございます。おはようございます。自己紹介を。茨城ハンター改め、はい、沖アナゴハンター、はい、ホラーアナゴハンター、ホラーアナゴハンターの湯本さんですね。ね、はい、今日の狙いは何ですか。今日の狙いは、あ、前回もうサメノルマこなしたんですけど、はい、で赤いの狙っていこうと思います。今日はアコウダイとかですかね。アコウダイもう今また赤いオーラが、はい、前回に出てるんでちょっと不安ではあるんですけど、もう狙っていきますよ。今日は楽しみにしてます。頑張ってください。お願いします。お願いします。そして今日は初深海調査に来ていただきました。自己紹介に、はい、東京医科歯科大学の熊谷と申します。西野さんと一緒に、深海の、寄生虫を研究今しているところなので、ちょっと今日はご投稿させてもらってですね、どんな感じなのかを掴もうと思ってきました。釣りは初心者というか全くやったことがないのでもっとおんぶに抱っこで頑張ります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、まあ、普段見れない深海魚とか見れれば、そうですね、面白いですね。その内臓をいただいて、はい、調べられたらいいなと思います。やっぱり何が釣れるかわからないっていうのが深海の魅力の一つでもあるんで、ね、いいですね。美味しい深海魚か、はい、はたまた消化できない深海魚かうん、うん、深海ザメなのか、ちょっといろいろワクワクしながら深海調査やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回は午後からもうすでに風吹いてるんですけど、午後から上がってくる予報なんで午前中勝負なんで、さっさと1投目落としちゃいましょうか。それではお願いします。さあ落ちましたね。まずは後ろ電動リール1個落ちました。さあやっていきましょう。さあ前も1投目落としております。今日は何投できるか。もうすでに南付けの風が吹いているので短時間勝負かと思われます。2投目の回収です。どうやら当たりがあったらしいんですが、ちょっと上に今泳いできた感じがしました。バラムツだとこう走り回って絡むんですよ、ね、どうやらバラムツの可能性があるみたいです。やっぱバラムツは遊泳力が高いんで結構引きとしてもはっきりです。めっちゃ泳ぐなんかレアなものでもいいですけどねメカジキとか全然いいですけどね一番バラムツほど恐ろしい魚はいない素手で触ったらやばい、はい、肌がやばい、歯もやばいですけどやばいですよね。歯も肌も肌ももうなんかヤスリみたいな感じになってるんで、暴れ回って他の仕掛けと擦れたりするとすぐ切れちゃうんですよね。重さがやっぱりあんまりないですね。泳いでるからなのかもしれない。
ばいです。前がやばいです。ちょっと糸を止めてもらって。はい。いや、あれ？サメですね。あ、サメか。切れちゃった。切れちゃった。なんでこの元気？珍しいですね。こんなに来るの。あんなに暴れた割に、はい、お水入れた。おお、すごい。やりました。もみじザメです。もみじザメですね。珍しくあんなに暴れたな。あんな暴れるとは思わなかった。はい、おめでとうございます。やりました。さあ、いい当たりがあって巻き上げを開始しました。今回の餌はコラーナブ。前回の釣果のですね。前回の。餌代いらずで再利用で、再利用。これで上がってきてくれれば次回もトラナゴの餌にやって餌にしてやろうと思います。さあ残り 65m ですね。さあ暴れてますね。はい、巻き上げるとき今、はい、それは上に上がった状態で電動を入れる。さあ、さあ近いです。ただ上に上がってきた割には竿のしなりが緩やかになりました。浮いてきてるんですかね。浮いてきてるかもしれないですね。予想は、まあ、さっきもみじ湯葉くん言ったんでもみじじゃねえかなと思ったんですね。まあでもここのポイントはいろんなサメ触れてるんで前回。はい。でも心の中では何が一番来てほしいですか。ないのでしょう。今多分今に逃げようとしてるかもしれないです。さあ、本命なのかゲストなのか。ゲスト率は非常に高いです。さあちょっとシルエットが、シルエットが。お、一番下についてます。シルエットが。おお、シルエットが。なんだ？太角ですね、多分。これは リリースできるやつですね。さあリリースしちゃいましょうか。弱っちゃわないように。種類はリリースできるんですよ。やっぱ遊泳力が高めのサメなんで、はい、さあそのままリリースです。
さあ大きくなって帰ってこいよ。もうすでにサメは釣れてるんで、とりあえず一匹釣って、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあまたデカめの餌です。ホラーアナゴに食ってきましたか。ホラーアナゴやっぱ長いヒラヒラがいいんじゃないですか。多分アピールになる。初めての紹介じゃないですか。そろそろですかね。あ、巻きすぎです。いや、手巻きで。ちょっと巻きすぎが。そのぐらいです。はい、で立てて、今前の方でカゴカマスですかね。この側線が2つに分かれてるんで、1本だと黒シビカマスで、これカゴカマスですね。カゴカマス、はい、下にもついてます。下にも、下にもついてる。銀目鯛ですかね。最後に銀目鯛。はい、銀目鯛。どっちも食べれそうなやつですね。そうですね、こっちうまいです。そっちも塩焼きとか、はい、なんとか最後に、はい、何かが釣れて、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで戻ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はやっぱり予報通り、もうお昼ちょっと前ぐらいから南風が強くなってきたんで、午前中勝負ということで短時間でしたが、深海約最後が300ちょいだった、300から600メーターぐらいですね、を狙っていきます。僕がモミジザメですね、10キロオーバーのモミジザメと、かわいいヘラツの、いや、あれは一つの、一つの、はい、かわいい一つのサメ、あれは逃がしました。はい、ちっちゃかった。もうサメ一匹確保してた。イギリスで。それでラスト、銀目鯛とカゴカマス。カゴカマス。はい。カゴカマス。レアな、黒シビとカゴカマスが大体釣れるんですけど、レアなカゴカマスの方が、はい。楽しかったです。はい、ぜひまた食べた感想など。そうですね。はい、あの中の地域を調べるので、はい、何かいたら、はい、論文にまとめてを頑張ります。はい、またご連絡お待ちしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、なんとか全員連れてよかったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。